方、大体年間1800万人、それから海外に在住されている日本人の方、150万人なんですが、それに対しまして、日本に住んでらっしゃる外国人の方、200万人おられます。また、先ほどご紹介ありましたように、昨年は1300万人の海外からのお客様をお迎えし、オリンピックの2020年までには2000万人の方をお迎えすると。いう目標を立てておりまして、まあ、2020年の東京オリンピック、パラリンピック、さらにはそれを超えて、まあ、日本人、外国人を問わず安心して医療を受けられるような体制づくりが、今の日本には求められていると思います。またお話の中にたびたび出てまいりましたが、高齢化社会ということで、今日もEPA、見事に試験を合格されたピンキーさんのお話ございましたけれども、EPA の仕組みというのは看護師、介護士ということで、現在国の方では技能実習制度というのを改善しまして、これをもう少し期間を長くする、あるいは介護の分野にも広げるというような議論が行われているところでございます。また本日は私、初めて医療通訳のお話も伺わせていただいたわけでございますが、やはり人の命に関わる医療の分野というのは極めて重要で、今後いろいろ考えていかなくてはいけない課題もあるかと思います。まあ、外務省だけではなくて、厚生労働省のお話も出ておりますが、きっと厚生労働省の方でもいろいろお考えだとは思いますが、パッチワークに終わらないこのシステマティックな、検討というのが非常に求められていると思いまして、今日のお話もぜひ厚生労働省の同僚の方々とも私は共有してまいりたいと思います。まあ、来年度もまたこのワークショップ続けたいと思いますので、ぜひ皆様方のご支援をよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。